皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の11月の16日月曜日ですね。時間が午後6時38分ということで、まあ30分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、殉教者無差別テロを根絶するには、裏でイスラム国を操る真の敵、世界支配層を打倒するしかないんだというのが今日のメインテーマです。昨日の日曜日の特別番組で、金曜日の夜、フランスパリでの無差別殺戮ですね、あれはね、単なるテロじゃなくて完全に、殺戮するという目的のテロだったということで、特別番組でお話ししましたけど、昨日ですね、その続きですね。今日のタイトルで、要するにイスラム国に、の背後でですね、彼らを作り、財政援助し、武器を与え、軍事訓練を与え、そして、宗教的な戦略指南まで与えてた、いわゆる世界支配層、ネオコン、あるいはユダヤの、ロシアの国際金融マフィア、あるいはイスラエル、あるいはサウジアラビア等々の世界支配層自体を打倒しないとダメなんだという話なんですよね。土山純一さんですね、毎日ありがとうございます。お茶5杯とコンティニーコイン2枚ですね。それからシカゴさん、コンティニーコインありがとうございますと、コインお願いしますと。それからサイダリアさん、お茶ですね。土山さんがお茶とコンティニューコイン、から白トグーさん、コンティニューコインパチパチパチですね。配信ありがとうございます、土山さんですね。そして、昨日の配信の後ですね、コメントいただいたものをいくつか読みますけど、パリの襲撃はやらせと、やらせという、ことではないんですけど、要するに、イスラム国自体がやらせだってことですよね。高橋さん、フランス政府が日本を危険国に、指定ということですね。単にヘイトスピーチデモが原因ではないだろうという、これはいつなんですかね。高橋さん、フランスが日本を危険国指定に続きの続き、そうしたヘイトスピーチデモの元をたどれば、アブジ自己性独裁の危険性へとつながることをフランス政府はちゃんと見抜いてるからだと。で、続きですね、原発の問題も絡んでいるだろうと。フランスが日本を危険国指定、このことはとても重要で、安倍の暴走によって大規模デモがこの日本でも起こり得るし、原発絡みなのであまりにも世界規模で危険なのであると。これはいつ指定したんですかね。ちょっとその辺の情報を知りたいですね。ということで、今日のシカゴさんが今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。からザザさん、コンティニコインですね。からヒロシさん、お茶、お茶あなたの配信大好きですと、感謝ですということで、ノアさんですか、ありがとうございます。ということで、アシカゴさん、パリの事件はテロを武力で封じ込めることは無理だと教えてると、孫先受けるし、パリの悪夢の真相、勇ましい年代で世界は出口なき戦争へと、日韓現代の最新ですね。ということで、今日の画像からいきたいと思うんですけど、今日のメインテーマの中で取り上げましたけど、唯一の超大国、米国による世界支配計画である DPG というのですね、国防計画指針という、この草案を1992年に作成したウォルフォビッツ、当時のネオコンの司令官で、米国防総省の副長官にしていたんですね、ナンバー2だったんですね、ポール・ウォルフォビッツ、ポーランド系ユダヤ人で、彼のこのドクトリンによって現在世界中でアメリカによる暴力
支配が続いているということで、彼なんです。ウォルフォウィッツ。彼はブッシュ政権で、国防総省の副長官に任命され、その後何の金融関係の仕事してないにもかかわらず、世界銀行の総裁にもなったんですね。彼は、まあ、あのネオコンの中の司令塔何人かいますけど、そのうちの最悪じゃないですかね。彼のドクトリン、彼が1992年に、作成したウォルフォビッツドクトリン、それに従って、9.11 が起こり、アフガニスタン侵略戦争が起こり、イラク侵略戦争が起こり、そしてシリア、サダト政権打倒の内戦が勃発し、そしてイスラム国が突然登場して、イラクとシリアの3分の1以上を一挙に占領して、イスラム国を樹立を宣言すると。そして、少数民族、あるいはシーア派民兵、あるいはシリア政府軍、あるいはイラク政府軍の捕虜を大量に虐殺すると。そして日本人の捕虜、ゆかさんとそれから後藤さん2人をの首を切ってですね、でその模様を世界にネットで配信するというとんでもない残虐行為を繰り返しているというこの現実ですね、の大混乱を作り出したのはこいつなんですよ。これウォルフォビッツで、今は鳴りを潜めてて何の発言もしないと、表に登場しないと、隠れているというとんでもないやつなんですね。から2番目は、イスラム国はどのようにして作られたかということなんですけど、この写真がよく物語っているんですけど、マケイン上院議員という、現役の上院議員で、防衛委員会の委員長をしている実力者ですね。ベトナム戦争の捕虜、ネオコンの最有力、彼が2013年2年前の5月に秘密裏にシリアに入って、この反アサド武装勢力の代表者と会って会談したと。これが2013年の5月の写真なんですね。記念写真で、でその中にこともあろうか、イスラム国の最高指導者でいうバグダディというやつが映ってるんですね。ここですね、これ。これ。それで別の写真ではここ。で、彼の顔。そしてバグダディの宗教指導者としての演説姿と。ということなんですよ。だからイスラム国っていうのはアメリカが作ったんですよ、ネオコンが。そして、財政援助がサウジアラビア、それから軍事訓練、等々がイスラエルで、特にイスラム教の教義を彼ら研究してますんで、教義をアブダディに教えたのがイスラエルでしょうね。それからアメリカのネオコンと、まあ、CIA あるいはイギリスの諜報部隊が軍事訓練をし武器を与えるということで、アメリカの軍産複合体ネオコン戦争派からイスラエルのシオニスト戦争派、そしてサウジアラビア、そしてまあ当然ながら背後に、ロシアの国際金融マフィアという連中がこのグロテスクなですねイスラム国というのを作り上げて、中東で暴れさせて第三次世界大戦に誘導するということが起こってるわけですね。でそのことを知らないで、イスラム国を打倒するということばっかしか見ないと
いうことになると、結局今回のパリのテロを受けて、オランダ、フランス大統領は早速翌日、昨日ですか、フランス空軍機、爆撃機12機で、ラッカというイスラム国の首都と言われているところにの司令部宛てに空爆を開始したということで、ますますですね、フランス国民はテロの対象として殺される、傷つくということは今後増えるだろうと思うんですね。なぜかというと、今日のメインテーマの中でも言いますけど、フランスが外国人籍のイスラム国兵士、傭兵の最大供給国になっているんですね。1700人ぐらいいると。ですから、フランス国の内実をよく知っていると。当然ながら、自分たちが育った母国です。で、彼らは何事もなかったかのように帰国して、そして、フランス在住、あるいはベルギー在住のイスラム国工作員たちと連携して、武器を調達して、再度テロを行うということが一番できやすい国なんですね。ですから、今後のフランスは最大のテロのターゲットになるだろうということで、オランド大統領のいわゆる報復のための空爆というのは全くの誤り、彼がすでに空爆をしたことによって金曜日のテロを誘導したと、誘発したと。で、さらにその上を行くというのがオランドのいわゆるフランス国民、あるいは外国人含めた観光客含めて、無差別に殺戮をさせるというサインを送っちゃったんですね。ボストンテロ、サンティフーク、そしてパリのテロ攻撃に合わせたという世界一アンラッキーな女の子とクライシスト。そうなんだ、すごいですね、そういう人がいるんだ。エレファントさん、スゲライトさん、お茶が1、2、3、4杯ですね。安倍偽政権を突き動かす世界核戦略戦争、核戦争、ウォフォリッツ・ドクトリンですね。シカゴさん、杉来さん、お茶ですね。5杯ですね。からミューさん、911からずっと続いてたということですか。そうなんです。911どころじゃなくて、この構図、いわゆる傀儡政権、自分たちは表に出ないと。それで、いわゆる少数民族とか、あるいは非差別、ブラック民とか下級武士とかですね、そういうものを狙って、傭兵し武器を与え軍事訓練を与え、戦略指南をするというのは明治維新の軍事クーデターからそうなんですよね。だから彼ら、特にイギリスは植民地を他国に侵略して植民地化すると。で、特に自分たちが直接支配できない場合は傀儡政権で裏から操るという経験が何百年続いているわけですね。ですからその一環として明治維新というのは彼らが演出し背後から操った傀儡政権によるいわゆるでっち上げ天皇制ということなんですね。で、そこから現在の今の金曜日のテロ、あるいはアルカイダから始まって、様々なイスラム過激組織っていうのはほとんど全て、彼らが作ってでっち上げたということで、イスラム国が最大のテロ組織となって十分な武器とお金を与えられて、一般市民を無慈悲に殺害するということを繰り返しているわけですよね。だからこの辺のことをちゃんと理解して我々は対応しないと、結局対イスラムが悪いんだと、イスラム教全体が悪いんだというふうな誘導されるんですよね。
白トグさん、昨日フランス大使館へ献花に行ってまいりましたが、関係者のイスラムの憎悪を感じましたが、まだ真実は分かりませんので、情報を見極めたいですということですね。エレファントムさん、コンティニューコイン、からミューさんがお茶ですね、お茶2杯、今日もよろしくお願いしますということですね。ということです。ウォルフォビッツ・ドクトリン、これが元凶ですね。三井さん、お茶、配信ありがとうございます。怖いですね、という、怖いですよ。でも、怖い世界を知らないで、のほほんと暮らす方がよっぽど怖いですよね。物事の隠されている真実、事実を見極めて、怖いけど、それじゃあどうすんのと。真の敵は誰なの。で、みんな力を合わせて隠れている真の敵を暴き出し、そいつらをやっつけるということでしか、我々の生活、生命、財産、尊厳、独立等々は守れないということですよね。ドックニさん、お茶ですね。ということで、最初の2番目のあれはこれですね。バグダディとマケイン。だからネットではこういう情報がすぐ手に入るんですけど、だから当然ながらオランダは知ってるわけですよね。オバマも知ってると。で、オバマがやるべきことはマケインを逮捕しろと。あるいはブッシュ、あのネオコン一族、一味を全員逮捕して刑務所に送り込むと。ブッシュだろうが、チェイニー、最悪がチェイニーですからね。ブッシュを裏で操ってた。それから、ラムズフェルとか、今の、ジョゼフ・ネイとか、等々の、いわゆる CSIS のジャパンハンドラーズ、アミテージとか、マイケル・グリーンとか、等々ですね。そいつらを根こそぎ逮捕して、起訴して、裁判で、事実真実を暴露してあいつらを刑務所に送り込むというのがオバマがすべきことなんですよね。で、オランド大統領もそのことを当然知ってるわけですよ。知ってても表向き、知らないということで、報復のために、爆撃するということで、ますますフランス国民、フランス市民をテロの犠牲者に、するという愚かな決断を彼はしてんですよね。ジョナタンさんは遅れましたと。クライシスアクターとは偽りの報道に作成する際に登場するとされる役者を指す言葉で、ウィキペディア、クライシスアクターっているんだ、エレファントムさん。要するに挑発者ですよね、本番は。稲田さんですね。ということで、クライス、存在するんですかという、存在するんでしょう。それで、3つ目かな。3つ目の今日の画像は、フランスの漫画家で、シャーリー・エブドに漫画なんかを描いている、映画監督でもある。ジョアン・スファールという人の漫画ですね。これはハフィントン・ポストに彼の一連の漫画がずっと掲載されてるんですけど、その中のナンバー8、英語ですね。フレンズ・フロム・ザ・ワールド・ホール・ワールド・サンキュー・フォー・プレイ・フォー・パリ・バット・ウィ・ドント・ニード・モア・リリジョン。Our face goes to music, kiss, life, champagne, and joy ということですね。で、特に、重要だと私は思っているのは、We don't need more religion. 宗教はもういらないよということなんですね。ですから、今日のメインテーマも、いわゆる宗教、あるいはカルト宗教とは一体何なのかということをもっと我々は考えなきゃいけないと。そんなものいらねえと。こういう、結論なんですけど、
パリのテロに、ボストンテロにも出てきたクライシスアクターがいましたよ。あ、そうなんだ。ヨナちゃんさん。コンティニーコイン、マイナンバー受け取り拒否と。お、マツコさんですね。こんばんは。配信ありがとうございます。から、マツコさん、ツイキャス配信中、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。シカゴさん。明治維新が西洋の植民地政策で日本内戦、両陣営に、武器を入り、明治傀儡政権、大物虎之助を立て、田臥システム、日本の真相、鬼塚秀明と。そうですね。ファイさん、イケメンですね。というか、私のことなんですかね。ソギ。だから、そうなんです。今回のパリでのイスラム国による大規模無差別テロ、死者が132名までなったみたいですね。渋滞の人が80名ぐらいいるっていうんで、これから死者が増えるということで最悪の事態になったんですけど、高橋さん、フランスが日本を危険国と指定の件ですが、私の見た記事の日付は2015年9月26日なので少し前あたりということでしょうか。あまりにも話題になっているのが不思議でした。リンク先ご参照くださいということで、全然あれですね、話題にもなってないですね。大手マスコミ報道してないじゃないですか。ひどいですね。ネイバーのまとめですか。眩しいですって。これ何なんだろう。コンティニューコインお邪魔します、ね、猫田さんですね。ということで今日は3つの画像ですね。ポール・ウォルフォウィッツ、彼が現在の世界中での内戦、米国による米国支配を狙う内戦状態を作り上げた、基本計画を作ったポーランド系ユダヤ人、元国防総省副長官、その後世界銀行の総裁になってるんですね。ブッシュですよ。から2番目がこのマケイン上院議員が去年、おととし2013年5月に秘密裏にシリアに密入国して反アサド武装勢力の代表者と会ったと。でその中に現在のイスラム国最高指導者バグダディが写ってんだという写真なんですね。でこれなんで大手マスコミが取り上げないのと、最大のタブーなんですよね。だからオバマはマケインを逮捕して彼に自供させるって言うんですよね、イスラム国との関係を。それと3つ目がフランスのジョアン・スファールさんの漫画ですね。もう宗教はいらないよと。もういらないんですよ、宗教なんて。必ず宗教っていうのは戦争と結びつくんですね。戦争に国民を動員するために宗教を使うということですね。ステンキーさん、コンティニューコインですね。マイナンバー、マツコさんですね。じゃあ、この配信を拡散しましょうということで、ぜひ拡散してください。マツコさん。失礼。コイン、お茶のご協力お願いします。ということですね。からせいやさん、これはちょっと読めないですね。ハングル文字ですね。ということです。で今日の一言ですね。これは昨日と同じように、これからちょっとたびたび繰り返しそうと思うんですけど、死や病気や地震や飢饉などから人間を救ってくれる全知全能の神などこの世には存在しないんだと。全知全能の神を作ったのは神の意志と言葉を伝えることができると自称する預言者が信者を洗脳し支配し搾取するために神をでっち上げたんだと。これは私の言葉ですね。から2番目、人間と全ての世界は全知全能の神が1週間で作ったというのは大嘘だと。これはキリスト教原理主義、福音主義が主義宗教、カルト宗教が大宣伝で、子供、特に小さな子供に向けてこういう大嘘をついて、で、ブッシュなんかもそうなんですね。この福音派なんですね。で彼は出来が悪いんでものすごいコンプレックスがあって、
ビジネスにしても成功しないということで、一時荒れ地になっちゃうんですね。それで、このキリスト教、原理主義の福音派の牧師と出会って、その牧師の導きで、私は禁酒に成功して大統領になったんだということで、彼はもういわゆるキリスト教原理主義そのものなんですね。で、人間の歴史、あるいはこの世の歴史っていうのは45億年前に、地球が生まれ、40億年前に原始的な細胞が生まれ、その後40億年かけて、ここまで進化したと。だから1週間で全知全能の神が作ったんだっていうのは全くのでっち上げ、大嘘だと。で、それを信じてるバカ者はですね、アメリカには40%、1億2000万人いるっていうのは、どういう国なんですかね、あの国は。宗教国家ですよね。軍事国家であり、宗教国家であり、金融支配国家であり、まあ、とんでもないですね。ああいう米国に住んでる米国民っていうのは、銃が3億丁以上出回って、いつ銃で撃たれるか分かんないという、危険であり、搾取されて洗脳されてる大国ですよね。どうにかしないといけないんじゃないですか、米国に住んでる方々は。だから米国がまともな国になれば、世界の困難、苦難のおそらく80%、90%は即解決されるんじゃないですかね。宗教支配がなくなり、金融支配がなくなり、軍事支配がなくなり、メディア支配がなくなり、なんですかね、世界中の困難の、もしもアメリカと、まあ、アングロサクソンですから英国、2つの国がまともな国になればですね、世界中の人たちが今苦しみに直面している、戦争とか難民とか飢餓とか貧困とか弾圧とか軍事占領とか戦争とか等々の、いわゆる不幸のおそらく90%以上は瞬時になくなるんじゃないですかね。それほど罪が重いんですよね。ヒロさん、コンティニューコイン、ナイスですね。お茶、メロさん、お茶ですね。第三次世界大戦はシオニストとアラブ人とのイルミナティエージェントが引き起こす計画進行中と、フリーメイソンのアルバート・パイクの世界捜査新計画ということ。アルバート・パイクっていうのは第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして第三次世界大戦によって、ようやくこの世の中は最終戦争になって、いわゆる神を信じる選ばれた人間たちが、邪悪な神を信じない邪悪な者たちを打倒する。そしてようやく神が降臨して、神の庇護のもとに平和な世界が実現するんだよという、全くどうしようもないようなことをベースにして、第一次世界大戦、第二次世界大戦を計画実行し、実行したんですよね。それで第三次世界大戦を計画の中に盛り込んで、それが第二次世界大戦後70年経って今、実現に向かって意図的に誘導されているということなんですね。やはりサンディフック事件は捏造でしたというミルさん、そうなんだ。ヒロさん、コンティニューコインですね。フリーメイソン、イルミナティのボスがシェルバーン伯爵だ。ああ、なるほど。ニーチェの神は死んだということについてどう思うんですかと。これはちょっとわかんないですね。ニーチェがどういう場面で神は死んだというふうに言ったのかね。ニーチェは最後は梅毒で、かなり狂っちゃったと言われてますよね。だから彼の言葉、ニーチェの神は死んだという言葉が、
いつの段階で彼が発言したかという時期が非常に重要じゃないですかね。私は無宗教ですが、友人知人先生方には結構宗教者がいまして、私が尊敬できる方多いですし、その方々が戦争を志向するなどということは考えられませんと。だから私言ってるのは、宗教っていうのは絶対的な全知全能の神が存在するというふうに信じて、個人で信じているというのは全然問題ないんですよね。宗教の自由っていうのはそういうことですよね。ただ問題は、個人の素朴な善意に満ちた全知全能の神がいるんじゃないかという素朴な願いを逆手に取ってっていうんですかね、一つの宗教的な宣伝の体系を作って、そして、一番私が問題しているのは洗脳ですよね。要するに自分たちの特に、悪いのが一神教ですよね。自分たちの神しか信じちゃいけない、他の神は信じるなと、あるいは神を信じないやつは敵だと、殲滅してもいいというような教えをですね、洗脳すると。で、洗脳する場合は子供の頃から洗脳するということだと一生抜けないわけですよね。で、そういうことで、いわゆるカルト宗教が一神教を唯一の神として強制するということによって、おかしくなっちゃうんですね。だから、一人一人が自由に私は神が存在すると思うと。で、それを自分の良心の糧として信じてますということは全然問題ないんです。ただそれを組織として利用して、特に若者子供を洗脳すると。そして、一神教が自分たちの宗教が唯一正しくて、他の宗教は悪であると、背信者であると、無神教の人間は敵であると、殲滅しということであれば、それこそが問題なんですね。初見ですと。ドナルド・トランプがパリのテロは殺された人が誰も銃を持っていなかったからで応戦すればいいかと言ってる。ダメですかね、この人って。要するにアメリカ人のあれは護衛のために、自分を守るために、憲法で武器の所有は保障されてるんだと。いうふうにすぐ言うんですよね。それで、アメリカで、何回もですね、学校が襲われて、教師とか生徒が殺されると。それで、結局そのアメリカの学校は警備員がいたわけですよね、銃を持った。でもテロに対しては、無力なんですよね。いくら武装しても。一人一人が、西部劇みたいなように、腰に、鉄砲ぶら下げて、歩いてるということは不可能なんで、せいぜいできるとしたら、襲われそうなレストランとか、劇場なんかに、武装した警官なり、警備員を配置するということしかできないんですけど、じいさん誰だ。で、そんなことを、それでも対応できないですよね。何してわからないという、わかんない人は来なくていいということですね。ということです。それから、戦争は偶然に起こるものではないと。戦争は世界支配層が周到に準備して起こす軍事テロであり、それはあたかも偶然に起こったのかのように偽装されるということですね。もうちょっとマイクをしっかりしてくれれば、聞こえないですかね。他の人どうですか。銃社会になったら日本の場合酔っ払いが何しですかわからないという、そうですよね。山崎さん、私は分からない人に分かってもらうようになってもらいたいと。マツコさん、まあでも分かりませんという
私は聞こえやすいですという、マツコさんいいですね。だから自分で勉強して、で、分かるようになる寸前ぐらい なったら再度来てもらえるんですよね。最初からあの基本的なことを全然知らないで、私の放送を聞いてもですね、何が何だか分からないということなんで、一つはまあ我慢して、文句言わないで、ずっと聞くということと、それから一旦やめて、いろんな自分私がこの放送の中で、取り上げているテーマに関して自分で勉強して、それで基本的なところが理解できたら再度聞くという手順を踏んでほしいということですね。一神教一元論が怖いという、そうなんです、これなんですよ今日のテーマ。音声 OK ですね。宗教戦争を抑えると国際復興はないんでしょう。ないですね。宗教はタブーですからね。ネロさん、問題が聞こえてます。音声全然大丈夫です。高橋さん、私は聞こえやすいとマツコさんですね。ああ、パリの TBS の脱出戦事故、あれは単なるあのスピードの出しすぎで10人も死んじゃったということで、あれはテロじゃないですね。シカゴさん、音声 OK と。パリテラー、アタックス、アフォルス、フラックス、ヒロス。パリの、テロは、やらせだっていうことは間違いですよ。やらせじゃないです。あれは現実に、できるだけ多くのフランス市民を殺すという目的で、イスラム国が実行した無差別テロですから、やらせってことじゃないですよ。ただ、マツコさん、私は山崎さんの配信を初めて聞いたときは難しかったですよ。聞き続けて少しずつ、つながってきましたと。初見の人にもこの配信にどんどん来てほしいと。そうですね。やはり難しいでしょうね。当然ながらね。でも我慢して聞いていただくのが一番いいですよ。戦時中は国家神道の一種の一神教ですね。いわゆる天皇教っていうのは一神教ですよ。カルト宗教なんですよ、戦前。カルト宗教を国民全員に強制して、洗脳して、戦争に動員したと。だから、必ずカルト宗教っていうのは戦争動員の道具として使われるんですよね。そう、日本古来の神道っていうのは多神教なんですよね。で、それが明治憲法で、大日本帝国憲法で、第3条で、第1条か、日本国は万世一系の天皇によって、統治されると。から第3条で、天皇は神聖不可侵であるという神権を与えているから、与えることによって、一神教になっちゃったんですね。エレファントムさん、サンディフック小学校発砲事件はやはりやらせだった。同じ女がこの現場とボストンとパリのテロのカメラの前で嘆くなどありえない。これぞクライシスアクターだと。パリの現場にもいたってことですかね。イスラム国がやらせと言えるのでしょうかと。それに関する報道が捏造ばかりです。だからイスラム国はアメリカ、英国、イスラエル、サウジアラビアが作った、が資金援助し、軍事援助し、戦略指南したでっち上げた、宗教テロ部隊だと、こういうことでしょう。ワイワイニュースは中上級レベルだと思いますが、基礎知識があれば大変参考になる放送ですよという指導土偶さんですね。そうですね、我慢してこう聞いていただくというのが一番いいんじゃないですかね。それでどうしても分からないということが出てくれば、このコメント欄で質問していただけるんですよね。最初から何も私は分かりませんとか全然分かりませんって言うと、もうそれで終わっちゃうんですよね。どっから
説明していいか私もわからないやつなんですね。配信とコメント欄で勉強しています。ありがとうございました。白玉んこさんですね。そうですね。お茶ですね。お茶2杯ですね。それから座右の銘ですね。座右の銘の一番重要な3つ。プラスアルファですね。一番最初、世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと、宮沢賢治のこと。ですから私が、利権特権を拒否する、懸命な戦う普通の市民という市民はどういうことを信条としているかというと、これだと思うんですね。世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと。それと2つ目、命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなりと。この始末に困る人ならでは患難を共にして国家の大業は成し得られないと。患難というのは困難ですね。最後、高森のこと。これもいい言葉ですよね。から3番目、天下の正道に立ち、天下の大道を行う人とは孟子のこと。どんなに金を積まれようとも、金の誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶対ないと。どんなに貧しくなろうとも、志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ないと。どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも、恐れ命を惜しんで屈服することは絶対ないと。この3つっていうのは非常に、私が一番気に入っている言葉なんですけどね。で、今日は4番目。これも以前から繰り返してますけど、世界的、投資家、ジム・ロジャースの言葉。週刊東洋経済のインタビュー。1、近いうちに世界規模の破綻が起こると。2、安倍首相は日本を破滅させた男として歴史に名を残すでしょう。3、お金を大量に吸っている間は、それを享受している人たちの暮らし向きは良くなりますが、いずれ、破綻に向かい、すべての人が苦しみますと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒です。4、政府債務の大きさゆえ、一旦破綻が起きると、通常よりも大規模になります。5、安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在です。6、安倍首相がやったことはほぼ全て間違っており、これからも過ちを犯し続けるでしょう。これは今年の1月ぐらいのインタビューですから、まさにそうなんですね。過ちを犯し続けたんですね。6かな。1、2、3、4、5、6、7、8だ。円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。この8つ、これ全部当たってるんですね。倒された三好って言うんですか、頭地面で強打。辺野古ですか、救急搬送、辺野古。機動隊が真っ先に排除するフリージャーナリストと田中隆作さんですね。ああ、そっか、フリージャーナリストの二尾さんのこと言ってんだ。本当にね。台湾ニュースは表面的な社会、知らなかった自分にとっても刺激的ですと。周さんですね。ありがとうございます。本当恐ろしく情けないですと。メロさん。何歳という。昨日も誰か聞いてたよね。68歳って言ってるんですよ。ひろやさん、こんばんは。今日も聞かせていただきますと。イランはロシアの技術で産油国になりましたという。ジョナチャンさん。コンティニコン。TWI ですか、さんですかね。乗っている車はトヨタばかり。そうなのです。それも怖いところです。新車なんですよね。ピックアップのものすごい、ピカピカの新車に、の車列が何十台続いてってのは一体何なんだと。これはもうアメリカから来てるしかないんじゃないか。だからトヨタの販売ルートがどうなってるかっていうのを調査させるべきですよね。これね、異常ですよね、これね。ということで、昨日もリオって人じゃなかったかな、そんな気がしますと。年を聞いたのと同じ人でしょうね。だから妨害ですよ、これ完全に。リオっていうのは。最近ガソリンが安くなってきたのはどう解釈したらいいのですかという。だから、私の考えとしては、これほど例えばハイブリッドの車、トヨタを先頭にして世界中に行き渡っちゃったということで、かつてほどの
いわゆるガソリンを消費する車が極端に少なくなったっていう、消費が全般的に低迷したということと、それからシェールガス、アメリカのが強力な対抗馬として、登場しちゃったということで、価格を下げざるを得ないと。シェールガスのマーケットに対抗するには、産油国の価格は値上げなんかできないと、むしろ値下げするという方向性に持ってきたっていう、その2つじゃないですかね。公表されてません。68歳です。高橋さんが。いきなりそうした質問はなるべく控えてくださいと。ある程度の予習をされてから来てください。そういうことですよね。テーマに関係ない質問を控えくださいという、要するに妨害の目的ですから、彼らは。わざとやってるんですよ。シカゴさんの言う通りです。鮫島さんですね。ということで、ようやく今日のメインテーマですね。殉教者無差別テロを根絶するには、イスラム国を作り、資金援助、軍事援助を戦略しないしている真の敵、世界支配層を打倒するしかないんだと、こういうことですね。プリース、電子レンジか、電波波が半端じゃないと。電磁波か。電磁波を出すんですね。なるほど。電子レンジか。ということは健康被害がそのうち出てくるってことですかね。で、今日のメインテーマですね。オランド・フランス大統領は11月13日のイスラム国テロリスト7名によるパリ無差別テロに対する報復として昨日日曜日、シリアのイスラム国首都ラッカのイスラム国司令部に対して空爆を行ったということで、これは AFP 日本語版の今日ですか、16日付で、フランス、シリアの IS 首都を空爆、パリ襲撃事件後初とこういうことなんですね。で、これでフランスに対するイスラム国テロリストによる無差別テロはフランス全土に広がり、フランス国民の犠牲者は今後増えるだろうと。なぜならば、イラクとシリアでイスラム国を空爆している対イスラム国有志連合の中で、フランスは1700名ものフランス出身イスラム国兵士を輩出している外国籍兵士最大の人材供給国であり、イスラム国にとってフランスは手の内を知っている多くのフランス人テロリストを帰国させ、多くのフランス在住工作員を自由に使える点で、テロを起こすのには一番やりやすい国なんだということですよね。だからその辺のことをオランドは全然考えないで、報復の一点張りで空爆をしたと。逆なんですよね。で、本当に彼が打倒すべきのは、イスラム国の背後で、イスラム国を自由に暴らせてる、いわゆる、アメリカの軍産複合体、ネオコン、あるいはイスラエルのシオニスト、あるいはサウジアラビアの産油国、あるいはイギリス、等々の世界の支配階層なんだと。そこを彼は知ってるわけですよ、オランドは。でもそこを叩くと自分の身が危ないということで叩かない。オバマも知ってるわけですよ。だから世界の、いわゆる世界の最高トップはこのことを知ってるんですけど、あえて、アメリカを批判しないと、ゼネコンを批判しないと、イスラエルを批判しないと、ロシアの国際金融マフィアを批判しないと、こういうことで、隠されちゃってるんですね。で、私はここに日本国民、フランス国民、そして全ての世界市民に対してイスラム国を打倒し、カルト宗教に洗脳された殉教者無差別テロを根絶するには、イスラム国を作り、資金援助、軍事援助を戦略指南して
いる真の敵、世界支配層を打倒するしかないことを述べるということなんですね。で、我々が最初にすべきことは、今回の事件のキーワードを正しく理解することだ。第2にすべきことは、我々が住む世界は世界支配層によって第3次世界大戦と世界金融恐慌に向かわされていることを理解し、我々の真の敵は世界支配層であることを正しく理解することだ。で、第3にすべきことは、第1と第2の理解を前提にして、イスラム国の背後に隠れている真の敵である世界支配層を打倒し、殉教者無差別テロを根絶するために、我々世界市民は互いに連帯して、それぞれの国で既存の支配体制を根本から解体する市民革命運動を起こして、市民革命政権を樹立して、私の言う銃の支配と搾取の基本構造を解体して、世界支配層を打倒し、彼らを刑務所に送ることなんだということなんですね。だから世界市民革命 の提案なんですよね。で、最初にすべきことは、事件のキーワードを正しく理解すると。キーワードとは何かというと、まず宗教です。一般宗教とカルト宗教との違いは何かと。一般宗教とは、人間が直面するさまざまな不幸や苦悩を全知全能の神に解決してもらいたいと、あるいは救済してもらいたいという人間の素朴な願いを宗教指導者が体系化したものであると。宗教指導者は姿を見せない全知全能の神の言葉を理解し、神の意思を人間に伝えることができると自称して、神の言葉を体系化して聖書を作った。で、その内容を教会で説教し、信者を洗脳し、支配し、搾取するシステムを長い年月をかけて完成させたんだと。で、それが宗教なんですよね。で、その最大のものが、世界に約20億人の信者を持つ世界最大のカトリック教であり、約12億人のイスラム教であり、1400万人のユダヤ教だと。で、これら3つの一般宗教は全て一神教であると。大なり小なり一神教というのは、多宗教を敵視する排他性を持ってですね。で、多宗教への極端な排他性を持つものがカルト宗教なんですね。で、日本古来の万物に神が存在するとする日本古来のザイヤ神道や、多神教のヒンズー教や、全知全能の神を存在指定する仏教や、宗教改革でローマカトリックの中央集権的絶対支配に反旗を翻したプロテスタントなどの一般宗教は、他の価値を認める宗教であり、多宗教を一切認めず、殲滅の対象とするカルト宗教には基本的にはなり得ないんだということですね。で、カトリック教っていうのはなんか4つあるらしいんですね。いわゆるローマのカトリック教の信者約10億人。それからプロテスタント、これが4億人。それからギリシャ正教が2億2000万。それからイギリスの正教会が7000万ということで、全部でまあ20億人と。からイスラムが12億人ですね。で、ヒンズーが8億。仏教が3億6千万、ユダヤが1400万、その他宗教約9億1千万、無宗教が7億7千万と。そうなんですね。私は無宗教で、この中に入ってるんですよね。ブッダは、人はお互い迷惑を掛け合って生かされてるから許しましょうと言ってたという。だから仏教は、そうなんですね。一神教じゃないんですよね。オリジナルブッディスムはまともですと。ゴータマ・ブッダは実存主義と。我々の真の敵は IS ではなく世界支配層と。そういうことですよ。敵を誤っちゃいけないんですよ。世界支配層を打倒すれば、彼らを援助をしている IS も根絶、打倒できるということなんですね。おもちゃ工場。調査お茶ですね。コンチニコイン。倒さなければ7人死ぬ敵は一体誰だと。だから世界支配層です。こんばんは、初見です。コンチニコイン。砂月です。
エドワード・スノーデン氏はイスラム国はモサドと CIA と M16 が育てたと暴露という、これですよね。だからここを叩かないといけないんですよ、オランド大統領は。安倍一派と、安倍か、アメリカが日本国内テロを策略してそう怖いですねという衆さん、砂月さん、人教者無差別テロを根絶するには裏でイスラム国を操る真の敵、世界支配層を打倒するしかないんだと。イスラム国のリーダー、バグダディの本名はサイモン・エリオット・モサドのエージェントと。そうでしょうね。青木さん、お茶ですか。シカゴさん、戦争、フランス軍がシリアで大規模な空爆と。まあ、これは先ほどの、あれですね。真の敵、気になります。興味深いですね。何でしたっけ。それで今日のメインテーマの続きですね。カルト宗教とは一体何かということですけど、ユダヤ原理主義、タルムード、カルト宗教、からイスラム教スンニ派原理主義、イスラム国、からイスラム教シーア派原理主義、ヒズボラ、キリスト教原理主義、福音派、から明治以降現在まで続く日本天皇教、戦前ドイツのナチス・ヒトラー教、旧ソ連の共産主義、スターリン教、から創価学会、公明党の池田大作教、統一教会、オウム真理教、幸福の科学、こういうのがいわゆる自分たちこそが唯一の絶対的な真理であるということを信者に、を洗脳して、支配し搾取し、管理するというのがカルト宗教です。一神教、カルト宗教、洗脳、殉教、無差別殺戮は全て関連していることを理解すると。2番目、3番目か。宗教の中でもカルト宗教は唯一絶対の全知全能の神の存在を洗脳教育で信者に信じ込ませる強制的で強信的な宗教と。カルト宗教は神を信じる者は神に選ばれた選民であり、神を信じない異教徒、無信仰者は全て廃教者であり、敵であり、皆殺しにしても構わないと説くと。カルト宗教は異教徒に対する残虐な処刑や無差別殺戮や民族浄化や奴隷化を正当化するんだと。だからパリでの、まさにあれはテロというよりも、いわゆる、何ですか、コンサート会場、1500人ぐらいいたらしいんですよね。暗いところで、それに対してもう水平で最初から殺戮するために、4人のテロリストがカラチンコフっていうんですか、を水平射撃して、で98人を殺しちゃったんですね。でこれはテロというよりも無差別殺戮ですね。でこれができるっていうのは一体何なのか。普通の人は到底できないんですけど、まさにカルト宗教、イスラム原理主義、の一神教、アラの神しか偉大ではないと。アラの神を批判する、あるいはモハンメドという、モハンメドという預言者を批判するということだけで、今年の1月ですよね、シャーリー・エブド社がの編集会議中を襲われて17名が殺されるという強心的な、いわゆる殉教者テロリズムということが今回は大規模に起こったということですよね。おじいちゃんこんばんはだっつって、何なんだろうこの RM。 アメリカはシリアで大型ドローンで携帯の電波めがけ爆撃、すごいですね。
こんばんは。オリンピック時は日本は大丈夫なんです。オリンピック2020年開けっこないですよ。いわゆるこれだけ福島原発大事故による放射能汚染、放射能被曝、隠してるけど隠せないですよね。で結局福島県民200万人を棄民にして、被曝にさらす、それから汚染食品を闇で流して、日本全体に、汚染食品で日本人の健康を害するということを今してるわけですけど、そんなことが許されるはずがないと。世界のアスリートがこんな放射能汚染あるいは放射能被曝されている日本でに行きたくないということで、開催なんかできこないんですよ。米国務省はシリアの反政府軍の非軍事援助を再開しましたが、そのリストには日本で最大のトヨタのピックアップトラックが含まれていました。そこから回ったそうです。だから武器なりトヨタのピックアップなり全てほとんどが反政府側に、渡るんだけど、そこからイスラム国に渡っちゃうんですよね。それだけ腐敗してるというか、とんでもないんですよね。でトルコも表ではイスラム国に対抗するって言うんですけど、裏ではつながっちゃってて、トルコが最大のいわゆる補給ルートをトルコが守ってあげてるということでしょう。ザザさんお茶ですね。からトゥイさんお茶どうも。ブッダは人は疑い迷路、これは読みましたね。そうなんですよ。そういうことなんですよ。テロにイスラム教徒がいるからといって決してイスラム教徒全体が悪いわけではないと。悪いのは宗教対立を煽る支配層という、そういうことですよ。歌ってくださいだって。何なんだろうこれはね。お金教が一番の宗教ですね。シカゴさん、13日に金曜日に引き起こされたパリの襲撃事件は 9.11 やシャルリエブド事件と同じで不自然という桜井ジャーナルさん。だからこの不自然っていう言葉が私はちょっとぴったりし来ないんですけどね。リョウさん、なるほどです。お茶ですね。頭を冷やしますよ。リョウさん、お茶。から、ミナドさん、今年初めのフランスのテロも、最初の映像に血が全くなく、砂煙が立ってました。私のパリのテロは911同様、偽、旗、同時多発テロだと言ってます。エレファントムさん。だからまあそのテロ自体が偽で実際は死亡者がいないんだということのでっち上げっていう意味ではないですよ、あれね。完全に17名が死んで、今回は239名が殺され、80何人が危篤状態だという現実は変わらないですかね。柳澤さん、メロさんおっしゃる五輪は各国の選手団からボイコットされますよねという、当然でしょう。太平洋がセシウム137で、汚染され真っ赤っかになっているという、ドイツの海洋研究所のシミュレーションを見れば到底2020年に開催なんかできこないですよ。 3D さんお茶です。こんばんは。トルコは中継やると。オリンピック村福島に作るという構想、それじゃあアスリートは来ないというということですね。おじいちゃんお腹減ったという、完全にこう妨害ですね、これはね。今回の事件、ドイツのトルコ移民はどう見てんだろうと、そういえば13日の金曜日はキリスト教だと思ったんですが、イスラム教のその日は関係あるんでしょうかという、同じですよね。金曜日の夜っていうのはイスラム教の人にとっても重要なんじゃないですかね。妨害。で4番目、カルト宗教ハルマゲドン思想、世界統一政府樹立、世界支配は関連していることを理解すると。
カルト宗教は神を信じる先民と神を信じない邪悪な廃教者との間で最終戦争が起こり、先民が勝利して神が降臨し、世界が神のもと永遠に平和になるというハルマゲドン思想を共通に持ってるんですね。ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も。で、彼らの最終目的は世界統一政府樹立であり、ユダヤ教原理主義タルムードが説くように、神に選ばれた先民がその他の人間を家畜ゴイムとして支配管理する絶対支配を目指してるんだとか。から5番目、殉教ジハードと天国、天皇教と靖国は同じと。彼に命を捧げたイスラム国無差別狂信テロリストたちは、イスラム国の洗脳教育で殉教者は全て天国に行ける、天国でアッラーと会えると洗脳され、死を恐れず喜んで殉教すると。で、敗戦間近の1944年12月に昭和天皇のために命を捧げるために結成された神家族特攻隊の約4400名の日本の若者たちは、カルト国家宗教天皇教による死んだら靖国で会おうと言われ、洗脳され殺されたんだと。だから2点ですよね。ひろしさん、日本には世界だった。このひろしさんっていうのはなんか情報を錯乱するためのこういう偽物とか、あれはなんか誰でしたっけ、イスラム国に殺されたユカさんとか後藤さんとかは実際は生きてんだというような情報をここの、欄にアップしてますけど、もうやめてもらいたいですね、そういういわゆる情報を錯乱する目的の偽情報っていうのは、ひろしさんやめてもらいたいと。で、繰り返すんだったらもう出てってもらいたいというふうに思いますね。いろんな人が見ていますので、知性がないと恥をかきますと。シカゴさん、パリ同時多発テロ、日本国民は反抗声明を出した IS の背後で、うごめく黒幕に安倍が支配されることに気づくべきという新ベンチャー革命。いいことですね。そういうことを言う人が出てきたんだ。カルト宗教を完全になくすにはほぼ不可能で、風化を待つしかないんですかね、という。いや、可能ですよ。要するに宗教的な、いわゆる洗脳を全面的に禁止すべきなんですね。憲法上で。特に若者、子供に対する、宗教洗脳は全面禁止というふうに謳うべきですよ。だから自分の価値基準がしっかりしている大人に対しては洗脳しても効果ないですけど、何の基礎知識もないという5歳6歳の子供に毎日毎日ですね、洗脳すればそれがもう身についちゃうということで、命を捧げる殉教者が出てくるんですよね。だから特に、若者あるいは子供に対する宗教的な洗脳というのは一切禁止し、違反する場合厳罰に処するということを憲法上謳うべきなんですね。そうすればなくなりますよ。本日の安息日の前の金曜日を、本来の安息日の金曜日を狙ったという意味ではユダヤ教に準じた日ですねという、それとあと金曜日っていうのはみんな週末ですので、外に出てカフェとかあるいはコンサートで、たくさんの人が集まるんですね。だからそれを狙ったということでしょうね。神風と今回の事件が似てるのは事実という栄作直さん、五輪解散直前に報道されて国民、驚愕となりそうですというメロさん。だから彼らは2020年東京オリンピックができないというふうに見てます。でもその前に予算
5兆とか10兆の五輪予算を使っちゃおうということでしょう。そう、学校教育の洗脳ですよね。だから毎日のいわゆる大手マスコミによる、報道も洗脳ですよね。世論誘導の洗脳ですね。憲法で宗教の洗脳を禁止したら民主主義を反しませんかって、全然反しないですね。要するに憲法20条でいわゆる宗教の自由を謳われているってことは、宗教は個人ベースで自由だということなんですね。ですから宗教団体が、力を持った宗教団体がカリスマの池田大作みたいなカリスマ的な教祖、宗教指導者を立てて、一方的に一神教的な個人崇拝を洗脳するということは、個人の宗教の自由を奪ってるわけですよね。それこそは憲法違反ですよ。民主主義じゃないですよ。それこそ洗脳支配して、それで戦争に誘導する。戦前の昭和天皇が立案実行したアジア太平洋の侵略戦争で、なぜ国民全員があれほど動員されたかというと、天皇教ですよね。フリーメイソンって東京オリンピックの時爆発させるって本当ですかって書かれてるんです。いや、全然聞いたことないですね。拝金主義も強敵という、このキャスは何あるかんですか。だから宗教で戦争が起こり人を殺しをするならない方がいいです。だから必ず戦争というのは宗教を使って国民を戦争に動員するということなんですよね。カルト宗教を使ってね、全部そうです。ということで、それから第2に、今まで言ってたのは第一にすべきことですね。要するに、キーワード、事件のキーワードとして宗教が出てるんですね。宗教には一般宗教とカルト宗教があると。でカルト宗教っていうのは一神教であると。で一神教で唯一の神であると。それ以外の神は認めないと。それ以外の神を信じる宗教者は背信者だと、背教者だと、あるいは神を信じない無神論者は敵であるということで、殲滅して構わないということを信者に、教義として教え洗脳するというのがカルト宗教です。でカルト宗教には何があるかというと、ユダヤ教原理主義、タルムード、から今回のイスラム国のイスラム教スンニ派原理主義、あるいはヒズボラというのはですね、これはシーア派原理主義、からキリスト教原理主義、福音派、これブッシュなんかそうですね、から明治以降現在まで続く日本天皇教ですね、から戦前ドイツのナチスヒトラー教、からソ連のスターリン教、から創価学会公明党の池田大作教、統一教会、オウム真理教、幸福の科学、これは全部カルト宗教ですよ。で二つ目にすべきことは、今の世界は世界支配層によって第三次世界大戦と世界金融恐慌が意図的に仕組まれ、世界統一政府樹立、世界支配に向かわされていることをはっきり理解するということですね。で、今の世界は1991年12月のソ連崩壊を受けて、元国防総省副長官、元世界銀行総裁のネオコン司令塔、ウォルフォウィッツが92年に作成したウォルフォウィッツ・ドクトリンに基づいて展開されていることを理解すべきだと。で今回のパリ大規模テロや、現在世界各地で起こっている無差別テロや、シリアやイラク、アフガニスタンやウクライナや南スーダンやナイジェリアでの内戦、日本の安倍首相による戦争法案の強行成立、TPP 条約、括弧付き合意、米軍による南シナ海での対中国挑発、すべては米軍産複合体ネオコン戦争派とイスラエルシオニスト
戦争派が中心となってイスラム教対キリスト教、イスラム文明対西洋文明の二極対立を煽って第三次世界大戦と世界金融恐慌を勃発させ、彼ら先民が全世界の人々を家畜として支配管理搾取するユダヤ教タルムードの世界、世界政府樹立による世界支配構想の一環なんだということですね。カルトとは特定の対象を熱狂的に崇拝したり礼賛したりすること、またその集団、異端的宗教という一年宗や一向宗だってカルトなんていう。だからまあ日蓮宗や一向宗もカルトだったんですけど、だんだんこう長い歴史の中でだんだんこういわゆるなんていうんですか、カルト性が抜けていくんですよね。でその日蓮宗の中から日蓮宗宗のカルトとしての創価学会が登場するということでしょう。カルトのウィキペディアを英語にしたら、日本の天皇が載ってましたという。あ、そうなんだ。そうです。日本の天皇もカルト教ですよ。新ベンチャー革命ブログは山本直。ああ、そうなんだ。早稲田大学大学の教授のブログですという。へえ。後で見てみたいですね。局の大本教は大きくなりすぎて断絶されましたね。という。ああ、戦前のあれですか。どうしてアメリカは天皇を平民にしなかったんだろうと。だからアメリカは天皇を利用して日本を負け戦に誘導したということで、もともと天皇っていうのはアメリカ支配の道具だったんですよね。戦後だけじゃなくて戦前から。だから天皇制を残したんですね。現在の日本は立憲君主国なんですかと。現在の日本は江戸の幕藩体制プラス明治の天皇制軍事独裁体制ですね。表向きは民主的な天皇をいただく立憲君主国の体裁とってますけど、内実は封建制ですよ。ファシズム体制です。ということと、ゴリラタンクさん、お茶ですね。見て調べたらいつの間にか消えていました。天皇なんて言うんです。あ、そうなんだ。そんな早いんですかね。さっき取り上げたらもうすぐ消すんですかね。現在の日本国はカルト宗教では教祖様を殺すと殉教者の発生や暴走が始まり、コントロール不能なんかあるんですかね。人質にした方がコントロールしやすいでしょうね。中さん、創価は戦前極右団体が日蓮宗を隠れみのにした歴史。そうなんです。隠れみのなんですよ彼ら。ウォフロイッツはドクトリンは核戦争まで行き着くかというアシュラ。原始キリスト教もカルト、魔女裁判や他宗教弾圧、さらに侵略の戦闘、今もあんまり変わってないなということですね。ウォルフォウィッツ・ドクトリンとはということですね。これは桜井ジャーナルさんのあれを拝借してですね。それと、あ、第三にすべきことですね。第三にすべきことは第一と第二のことをちゃんと理解した上で、第三にすべきことはイスラム国を裏で操っている真の敵、世界支配層を打倒して殉教者無差別テロを根絶するために、我々世界市民がお互い連帯して各国で既存の支配体制を根本から解体する市民革命運動を起こし、市民革命政権を自立して支配と搾取の自由の基本構造を解体することだということですね。で、その中で真の敵である世界支配階層とは一体誰なのかということで、4つの国際マフィアの連合体だろうと。で、1つ目は
中東で戦乱を拡大して第三次世界大戦勃発に誘導する目的でイスラム国を作り、財政支援と軍事支援と戦略指南をしている米軍産複合体ネオコン戦争マフィアと。彼ら、米軍産複合体ネオコンマフィアは100万人単位で人が死んでも構わないと本気で考え、これまで、大規模戦争を仕掛けてきた基地外世界支配層だということで、第1次世界大戦1914年3700万人戦死者、第2次世界大戦ナチスドイツ1939年8000万人、大東亜戦争、アジア太平洋侵略戦争、1941年5000万人、日本空襲、1944年100万人、広島原爆投下、45年20万人、長崎原爆投下、1945年14万人、朝鮮戦争、1950年500万人、ベトナム戦争、1960年から75年820万人、イラン・イラク戦争、1980年100万人、湾岸戦争、1990年、15万人、アフガニスタン侵略戦争、2001年、50万人、イラク侵略戦争、2003年、100万人、対イスラム国、2013年、シリアでの死者、30万人。2つ目は、最大最強のもので世界各国の中央銀行と政府を、BIS 国際決済銀行と IMF、と世界銀行と FRB によって実質支配し、自分たちが支配するメガバンク、民間銀行に準備預金制度という無から金を作る詐欺システムである信用創造特権を与えて、莫大な額の裏付けのない幻の通帳マネーを毎日創造し、世界中の個人、企業、地方自治体、政府に高利で融資し、借金付けにしているロシアで国際金融マフィアと。で3番目はロシアで国際金融マフィアの支援、金融資源とネオコンの軍事支援で大イスラエル建設構想を無双するユダヤ教原理主義国家イスラエル、シオニスト、宗教マフィア。4番目はサウジアラビア、カタールや UAE など莫大な世界収入を独占する産油国、王族独裁マフィアということですね。でこれ彼ら世界支配層を打倒するという戦いを各国のいわゆる利権特権を拒否する戦う懸命な普通の市民が主体となって、市民革命運動を起こす、市民革命政権を樹立して、自由の基本構造を解体すると。で何かというと、米軍産複合体ネオコン戦争とイスラエル・シオニスト戦争に軍事支配ですね、それからロシアで国際金融マフィアの金融支配、利権特権階層による政治支配、利権特権階層による官僚支配、公安警察、宗教警察による暴力支配、カルト宗教による宗教支配、天皇制、王制による身分支配、大手マスコミによる世論誘導支配、大手広告代理店によるメディア支配と国民総白痴化、企業による労働者支配と労働者搾取と、この10の基本構造を解体するという戦いに決起しなきゃいけないですよということですね。アインシュタインは、エイサク・ナオさん、第3次世界大戦はわからないが、第4次世界大戦は石と棍棒で戦っているのがわかると。原始世界に戻っちゃうということですね。Kさん、コンティニューコイン。ネットジャーナリスト、田中、何でしたっけ、は、明治以降の天皇教は、キリスト国教を真似したものとしています。私もキリスト、シオニスト、ユダヤ教を日本に置き換えたと思いますという。なるほど。田中堺さんですね。ということで、もう83分ですか。ということで、今日のメインテーマは、ちょっと長かったんですけど、それで IS の目的、しずくさん、要するにアルカイダと同じですよ。二極対立を煽るために、極の一極としてのイスラム教の過激派、原理主義者が IS ですよ、ね、で IS が残虐な殺戮行為を繰り返すことによって、
イスラム教全体に対する憎悪が増幅されると。そして今回みたいに、いわゆるキリスト教国のフランスに無差別のテロをすることによって、その二極対立をますます極限化させて、それがキリスト教国とイスラム教国の対立に拡大させるというのが目的ですよね。ポール・クラング、マスコミに載らない海外記事、パリでさなる義化攻撃って言うんですか。こちらですね、山と海が好きと。今日ので、そう、日韓現代、どなたかがアップしてくれましたね。パリの悪夢の真相、勇ましい論点で世界は出口なき戦争と、日韓現代。これですね、これは大事ですよね。要するに、オランダみたいに報復のために軍事空爆をしても何も解決にならないと。でオランダ大統領が空爆への参加を決めた際、フランス国内で公然と反対の声を上げた人物がいると、かって米国のラムズフェルト長官から古臭いヨーロッパと嫌味を言われても、当時のフランス外相として毅然としてイラク戦争に反対、国連で名演説を行ったドビルパン元首相と。頑張ってますね。彼はいいですよね、ドビルパンさんね。オランダよりよっぽどいいね。で、メディアに出演して空爆によって世界各地に散らばるテロリストを我が国に呼び込むことになると警告したと。まさにそういうことです。軍事介入はテロを根絶するのではなく、テロの土壌を作ってしまうと断言していたが、その予言通りになことが起こってしまい、今回のパリのテロだということですね。で、国際ジャーナリスト早稲田客員教授の春名幹夫氏が言うと、武力は憎悪の応酬を呼ぶと。追い詰められた IS 勢力は自分たちの支配領域から出て行って各国で自爆テロを起こす。テロを封じ込めるどころか脅威が拡散してしまう。本当に解決しようと思えば政治や外交の努力、人間の安全保障を訴えているしかありませんということですね。バチカンもカルトって、そうですよね。カルトだらけですよ。IS とイスラムは別物ということですね。その証拠にあるバグダディはイスラエルだけが撃ちようと。あ、そうなんだ。もう全部出来レースですね。IS の目的は何ですかということについてですが、山口さんの言葉への私の補足ですが、山口さんの言葉への第三次世界大戦のベクトルになるということもあると思う。そうですね。だから全部そこのに、舵を切ってるんですよね。IS の壊滅は難しいですかと。結局誰が正義なんですか、お互い悪ですかと。だから IS の壊滅っていうのは IS を作り育て、暴れさせてる、いわゆる世界支配層、主に4つですね、アメリカの軍産複合体のいわゆる戦争マフィアですね、ネオコン戦争マフィア。から2番目がイスラエル、シオニスト。で3番目がお金を出しているサウジアラビア等々の産油国、リッチな国。4番目がその背後で、金融支援をしているロシアと国際金融マフィアということじゃないですかね。もともとの発端は宗教ですか、それとも石油ですか。だから、石油資源を狙うために宗教を利用するということでしょうね。偽旗作戦は、あたかも他の存在によって実施されているように見せかける政府、法人、あるいは他の団体が行われています。ああ、そういうことなんだ。偽旗作戦というんですね。シカゴさん、ありがとうございました。それと、二つ、三つのグループ、同じ武装、組織的犯行の味方、実行犯二人、ベルギー在住、パリ同時テロと。ベルギーがあれですよね。怪しいですよね。武器の調達ルートになっていると。
から3番目、辺野古、機動隊が真っ先に配置する、先ほどの田中優作さんのあれですね。から4番目、大増税よりも恐ろしいマイナンバー制度の威力ということで、これは毎日新聞経済プレミアム、これはぜひ読んでいただきたいんで、今、URL を貼り付けますね。すべてが、特に、収入とか、あれが全部素通しになっちゃうと。これか。大増税より恐ろしいマイナンバー制度の威力という。毎日新聞経済プレミアム。これはあれですよ。受け取りを拒否すると。私は拒否しますからね。なんか認めを、ハンコを押さないといけないらしいんで、ちょうどいいですよね。マイナス3。これですね。はい。大増税で恐ろしいマイナンバー制度と威力ということですね。すごいですね、現在。91分44秒。閲覧165名。計2571名って、本当ですかね。初見です。どうしたらいいですかと。コンティニューコイン。どうしたらいいですかって、何をどうしたらいいんですか。マイナンバーは受け取り拒否をしましょうと。受け取らないと。質問連発をおやめくださいと。書き上げて、実態のないアカウントのようですと。でしょうね。それと、今日の重要情報。これはあれだ。桜井ジャーナルさんだ。13日の金曜日に被告されたパリの襲撃事件は911やシャルル・エブド襲撃と同じで不自然と。から最後は、テロの時代と戦うって熊谷徹さん、異論反論で取り上げたんですけど、彼の意見はおかしいということで、これは明日取り上げますね。今日時間がないんで。在読ジャーナリスト、元 NHK ワシントン特派員で、テロの時代と戦うという熊谷徹という人が、ハフィントンポスト、11月15日に記事載ってたんですね。ということです。それじゃあ、そういうことで、今日は、93分14秒、閲覧168名様、計2611ですよ。だからコメントが216ということで、たくさんのコンティニューコインとコメントとお茶ですね。いただきました。お茶。修二星野さんですか。それから白戸口さん、パチパチパチですね。原発で見せたために、一挙に反カルビに走った感じ、もっと科学の扉を叩きましょうという佐藤遥さん、しずくさん。活用のアカウントを使用しています。すみません。質問ばかりでお答えいただきありがとうございました。シカゴさん、大増税やり直し、マイナンバー制度に入れるということですね。世界的な話、主に4つの勢力とロシアで金融マフィア、これを理解しましょうと。歴史は目の前で起こっていることごととともにということで。TWI さんですか。拍手、配信ありがとうございました。マツコさん、お疲れ様でした。マイナンバー受け取り拒否、会社等にも提出する必要ありませんということですね。お疲れ様でした。ノアさんですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。また明日ですね。明日火曜日ですね。よろしくお願いします。